なんかそう、なんか天気予報のやつ見てももう全然降らないってなってたのに、そう、しかも降ってなかったの、あれ見ても雨雲レーダー見ても、そう、お天気の見方 そう、外にいる時の見方の雨雲レーダー見たのにかかってなくて、えっと思って、えっと思って、なんか、え、そう、えってなった 現れてほしかった、雨雲レーダーに。そう、現れてくれなかった。あるよね、そういう時。もうそういう時は、まあそういう時なんだと思って、えってはなるけど、まあしょうがないかってなる そう、しょうがないと思って気を変えるって感じですね。そんな感じです。でも、あ、全然、そして全然話変わるんですけど 全然話変わるんですけど、最近、そう、ゼリーにハマってて、でも最近でもないんですけど、なんか全然前から好きではあるんだけど、なんかゼリーハマり始めて、またこの間も一日でみかんと桃両方のゼリー食べた。両方みかんゼリーと桃ゼリー、なんか普通に売ってるじゃん、コンビニとかで。そう、2つ食べてた、気づいたら。手ぐらいまでハマってる。そう、今も昨日パパに買ってもらって、そう、買ってもらって、今ね、お家に1個あるし、明日自分でも買おうかと思ってるぐらい 1個あるのに、持ってるのに。ちなみに今1個あるのはみかんゼリー、お家にあるのは、昨日買ってもらったのは。そう、でも桃のゼリー好きだな。なんかさ、コンビニにあるの何のやつなんだろう、どこの会社なんだろう、タラミさんかな、はい、タラミさんの、タラミさん合ってるかな、の、そう、ゼリーが好きなの。え、そう、美味しい。あの、ちゃんとあの果物が入ってるやつが好き。そう、美味しいよね。でもなんか、あとは普通にケーキ屋さんとかのゼリーも好きなの。それこそあゆがよく買うのはフルーツピークスさんのゼリー。なんかケーキも美味しいんだけど、ゼリーが美味しくて、あ、でもなんか特にゼリーの下に杏仁豆腐が引いてあるっていうか、一緒に入ってるやつが好きです。特に選んでくださいって言われたら、杏仁豆腐が2層、杏仁豆腐にゼリーが乗ってるみたいな2層のやつが特に好きで、そう、美味しいです。ね、みかんゼリーも白桃ゼリーも美味しい。でもなんか、あ、なんか白桃と黄桃のミックスのゼリーもあったりとか、あれも好きだし、なんかあと時々フルーツミックスの、そう、やつも食べたくなるけど、あんまり選ばないな。あ、あとヒューガナッツ、ヒューガナッツ、イヨカンかな、なんかそれなんか期間限定のやつなんだけど、それも美味しい。そう、今多分ない、夏頃に出るかな、多分、わかんない そんな気にしてないかわかんないんだけど、そう、美味しい。なんだっけな、イヨカンかも。あ、ヒューガナッツ、いや、イヨカンな気がする。なんか美味しい。タラミのゼリーはボリュームあるよ。そう、大きいよね、
あ、こんなサイズ、こんなサイズのこんぐらいの丸ね。ね、美味しいよね。そう、美味しくてゼリーにハマってます。日向夏というか似てる、なんか味はまあ食べ比べると全然違うんだけど、なんていうんだ、あゆがシンプルにそう何のゼリーだったか、まあ柑橘なのは確か、みかん系の柑橘なのは確かなんだけど、そうなんかでもね、去年の多分夏頃に食べたから、多分夏に出ると、もうちょいしたら多分出るんじゃないかと思って楽しみにしてる。そうあゆは今そう、でも去年の夏とかもそれこそゼリーいっぱいお世話になった、いっぱい食べた。そうそうそう、貢献してたえ、なんか最近グミ買わなくなってる、全然グミなんか半年間ずっとなんか本当にほぼ毎日レベルで食べてたのに、なんかグミ食べるとなんか最近なんか胃もたれみたいな感じになっちゃうことが多めなんですよ。そう、胃もたれではないんだけど、なんか似たような症状になることが多くなっちゃって、なんかそれを機にあんま食べなくなっちゃって、え、そう食べたいぐらい好きなんだけど、なんか食べたらなるかなとか思って、そう飽きてもないの、飽きたって飽きてもない、食べたいんだけど、なんかなんて言うんだろうな、なんか何とも言えない感情になるからなんかそう、なんか胃もたれとはまたちょっと違うんだけど、なんか似たような、そうなんでかいもわかんないんだけど、あいちゃんの胃大丈夫そう、いや本当にそれ弱すぎるよね本当に。一度に食べる量が多いんじゃ、多いのかな、普通に一袋多いのかな、一度に一袋もう一瞬でなくなる、開けちゃうと、開けると止まらない、うん、ね、美味しいもん。グミに油分が入ってないんじゃない、わかんないけど、グミってどうなんだろうね、あんま気にしてないけど、作ったことない。でもさ、なんかさ作れるっていうね、なんかでもさ、なんかその友達が一回作ってた時があって、なんか簡単に作れたみたいに言ってて、なんかこれとこれとこれとこれで作ったみたいな、なんかまあ言ってて、だいぶ前中学生の時言ってて、なんかその絵を聞いた時入ってなかった気がする、友達が作ったやつだからかな、わかんないけど、そうなんか、うん、そうなんですよね。え、なんでなんだろう、あ、今わかんない。でもなんか小田さんも、そう小田さんグミ苦手なんだって。なんかその理由をそう前聞いたの、なんで苦手なんですかって。え、でもなんかそれ最近わかるなって思ったの。そう、あゆもなんかわかると思ったから、そうなんか味覚変わってきたのかなと思ってね、大人へ、なんて言うんだろう、年を重ねるにつれて味覚ってやっぱ変わるのかなとか思ってね、ガムもダメなの、わかんない、ガムそんな食べない。そうなんか小さい頃それこそ好きだったの、でもなんか食べなくなりました。でもあれ好き、トーマスのチューイングキャンディー、最近食べてないからわかんないんだけど、
トーマスのチューイングキャンディー本当に好きで、もう見かけるたび小さい頃毎回買ってもらってた。そう、トーマスのチューイングキャンディーでもなんかメンバーでも好きな方多いじゃないですか。なんかだからなんか嬉しくなる。あ、わかる、だって美味しいよねあれ。でもなんか最近見かけない、どこにいるんだと思って、見かけたら絶対買う。そう、3個セットで売ってるの。そうで、ちょうどそう、まあ、山吹は3兄弟だから1個ずつ買ってって愛が言って、パパにこれ欲しい買ってって言って、じゃあみんなで分けるんだよって買ってくれて、そう、小さい頃だから、そうそうそう、みんなで3人で分けてました。みんな好きなの、美味しいよね。食べたい食べたい、買おう、今度見かけたら見かけたら買います。今度、え、でも多分トーマスのチューイングキャンディーとはってなってる方も絶対いると思うの。え、買ったらお見せしますね、ショールームで。はい、お待ちを。そう、お待ちしててください。そうで、買ったものつながりでいくと、そう、昨日ね、お洋服買えたの。そう、買ったのはいいものの、そう、買ったのはね、いいものの、5月のお話し会で着れないじゃんって思ったの。なんでかっていうと、ニットなの。でもニットなんだけど、なんて言うんだろう、なんか袖、なんていうんだ、セットになっててトップスなんだけど、着ようと思えば多分着れるの。全然着ようと思えば着れるんだけど、着れるかな着れるかなって、みんな物は見てないか分かんないよね。なんか簡単に言ったら、大雑把に言ったら、なんかベストみたいな形のショート丈のベストみたいなのに、そうなの、それの上にカーディガンみたいなセットアップを買ったの。セットアップっていうのかな、そう、セットアップ、セットのやつ、セットアイテム買ったの。そう、でもニットの生地が、そうだから5月って絶妙じゃないって思って、着れないんじゃないって思って、そう、着れるかな5月ってニット着てたらやばい？わかんないか気温次第だよって感じだよね。気温次第だよね。そう、かわいいんだけど、かわいいんだけど、5月にニット着ていいかなでもね、中は袖がないの。そう、中は袖ないんだけど、まあ上着カーディガンみたいになってるからさ、まあ、上着みたいな、そうそうそう、いや見せてもいいの、ここで見せてもいいんだけどさ、見せちゃうとさ、あこれなら着れるよってみんななったとするじゃん。でもさ、そうなったらさ、みんなの楽しみがちょっと減っちゃうじゃん。あ、これを着るんだねって。でもまあ着てる姿は見てないからわかんないけど、減らないかもしれないけど、そう減っちゃうからお見せしたくないし、そう、どこのブランドとも、そう、まだ言わないでおこうと思って、そう、調べられちゃうじゃん今の時代。そう、調べられるじゃん。そう、ブランド言っちゃった映画、ここまで結構説明したからさ、そう、言えるじゃん、見れちゃうじゃん。そうだから言わないようにするんだけど、そう、あえてね、切れたら困るから、そう、切れたら困るから言わないんだけど、あ、でも行けるのかな。あー、雨の日とかだったら確かに。
確かに。じゃあちょっと5月一旦またちょっとだけ気持ち寒くなっていただいて、はい、そうですね、ちょっと気持ちね寒くなっていただきたいと思います。はいはい、そうしたいと思います。そう、あとはママからもね、そう誕生日プレゼントをこの前いただいて、そうもらって、そう、それもねちょっと写真を撮り次第載せろ。そう、かわいいの、あゆが1年くらい前からずっと気になってたブランドで、そう、なんか気になっていたものの、自分でずっと気になってはいたんだけど、1年以上前かも、ほぼ2年ぐらいかもしれないそう、ほぼ2年ぐらい気になってるんだけど、なんかそう、なんか買ったこともないし、なんかそう店舗もあるんだけど、まあ、入りづらくて、入れるんだけどなんか行くのもあれだし、まあ、入りづらいのもあるしで、そう買ったことなくっていう、そうところをね、そう感づいたのか感づいたのか気づいたのか、なんかそういただいて、いやーやったーってなりましたなので写真、そう今度来て写真撮れる時があったら撮りたいと思うので、あゆが何をもらったのか楽しみに待ってて。です。そう、さすが。はい、そんな感じです。そんな感じ。はい、ではでは、じゃあランキングを読みたいと思います。13位コラコラさん、ありがとうございます。12位ゆきみつさん、ありがとうございます。11位ひでさん、ありがとうございます。10位みーたさん、ありがとうございます。9位黒い招き猫さん、ありがとうございます。8位ランランのランさん、ありがとうございます。7位からくり屋さん、ありがとうございます。6位翼欲しいさん、ありがとうございます。5位ブッチャーバードさん、ありがとうございます。4位プラハタハさん、ありがとうございます。3位カーさん、ありがとうございます。2位ゆうすけくん、ありがとうございます。1位あーちゃん、ありがとうございます。はい、見てくださった皆さんもありがとうございました。はい、そしてオンラインお話し会とオフラインお話し会の申し込みもやってるので、ぜひ会いに来ていただけたらなと思います。お待ちしてます。はい、ではではまた明日会いましょう。ありがとうございます。バイバーイ。